どうもこんにちは、世界的 VIP ゲーです。家電量販店でおなじみエディオンなんですけども、12月14日よりですね、格安 SIM サービスのセンターモバイルのね、取り扱いを開始するということが発表されたじゃないですか。というわけで今回はですね、センターモバイルについて情報をシェアしたいと思います。まあこのね、センターモバイルなんですけども、まずエディオンの難波本店から提供を始めるっていうお話で、そこからね、徐々にまあ大きい店舗を中心に取扱店舗を増やしていくっていう形だそうです。なので、そうですね、時間はかかるかもしれませんね。で、今回センターモバイル初めて聞いたよっていう人もしかしたらいらっしゃるんじゃないかなということで、まあいろいろとですね、ホームページ見ながらお話ししていけたらなと思います。で、そもそもやっぱりね、エディオンがその格安 SIM サービスを取り扱うっていうお話、まあエディオンといえばエディオン SIM っていうのも取り扱ってますよね。まあ昔で言うとユーモバイルとかありましたけど、今はビッグロブモバイルだと思うんですけど、もうそんな感じでエディオンシムっていうのもあったんですけど、まあ新しくね、センターモバイルを受け入れるっていう形になったということで、一体ね、どんな感じなのかっていうお話なんですけども、こちらですね、まず料金プランからね、ご覧いただきたいと思うんですけども、まあ特に難しいことはありませんね。シンプルな3段階ですね。3ギガ、20ギガ、50ギガ、この3つしかありません。でもちろんですけども、音声シムもありますし、データシムもありますよということですね。僕はデータシムがいいかなという感じに思ってるんですけども、データ容量はどれがいいかなっていうふうに考えたら、20ギガだとね、さすがに多すぎるかなっていうのもあるんで、まあ3ギガぐらいをチョイスするのがベストかなという感じには思うんですけども、価格をねご覧いただきたいと思うんですよ。まず価格だけの話をしますよ。3ギガで1298円なんですよ。正直データシムの3ギガ1298円は料金だけ見てですよ、高いです。だいたい基本的にもう1000円切ってるとこっていうのが主だと思いますし、だいたい3ギガぐらいって、そうですね、まあ本当に場所にはよるんですけども、まあ600円前後、700円800円ぐらいには収まってるかなっていう印象ですよね。まだこっちのね、音声 SIM と比べてみても開きはね、そんなに大きくないので、まあ音声 SIM にしても別にそんな高いなっていう印象はないとは思いますけど、ちょっとこの3ギガの料金がっていう感じはありますね。まあ、20ギガ2508円なんですけども、これはまあ受け入れられるというか、まあいいんじゃないかなっていう感じはありますよね。いわゆるこっちの音声 SIM で見てもらえればわかるんですけども、20ギガ2728円なんで、キャリアのですね、オンラインブランドとかを意識してるなっていう風に受け取ることができる価格帯だと思いますよね。で、データ SIM の2508円、まあ別に悪くはないんですけども、ちょっと欲を言うなればですよ。これ、あと300円ぐらい安ければ税込みこれぐらいの価格帯ですよね。であれば非常にいいのかなと。例えばまあ同じぐらいの価格帯でいくと、 U モバイルマックスの25ギガのプランがあれが税込み2500いくらなんですよ。それを考えるともうちょっと安くてもよかったんじゃないかなっていう気はしなくもないですけど、まあいいでしょうという感じですね。で、50ギガさすがに多すぎるんで契約しようとは思わないんですけども、価格は4000円台ですね。どっちもちょっと値は張るのかなという感じではあります。で、ちょっとね、マイナス思考的な話をしてしまったんで、あれみたいな感じに思われるかもしれませんけど、皆さん、こっからが大事です。こっからが本番なんですけども、このね、センターモバイルなんですが、最大の特徴っていうものがあります。これ何かっていうと、専用アプリ内でですね、動画広告を視聴したり、推奨アプリをですね、ダウンロードして、ユーザー登録とかをしたりすることによって、ポイントがもらえるっていう点ですよね。いわゆる、漫画アプリとかでよくあるじゃないですか。広告を見たら、1話無料で読めますよ、みたいな、ありますし、指定されたアプリをダウンロードしたら、何ポイントもらえますよ、みたいな、あの感覚ですよね。それが、このセンターモバイルで味わえるっていう形になります。で、そのもらったポイントは、月額料金の支払いに充てることができるので、これすごいですよ。最大月額料金0円までいけちゃいますよ、っていうことを言ってるんですよ。そんなことできんの?みたいな感じじゃないですか。まあまあポイントといえばね、有名なところで言うとロケットモバイルのポイントありますよね。あれも支払いに当てられたりすることできますし、まああんな感じでですね、ポイントをどんどん貯めて支払いに当てていこうっていうスタイルですね。プランオプションもありまして、音声 SIM プランのオプションなんですけど、まず15分かけ放題が1320円、留守電が330円、割込み通話が330円で、ギガ購入が1ギガ550円ということですね。通話料金に関しては30秒11円、テザリングはもちろん無料ですと。で、データ SIM のオプションが、ギガ購入が550円で、 SMS は1通3円からという
ということです。で、先ほど言いましたね、広告見たりするとポイントがもらえて料金安くできますよということなんですけども、どういう仕組みなのかっていうお話なんですけども、まずこちら疑問が投げかけられています。テレビや YouTube が無料なのはなぜですかということですね。それはですね、たくさんの人に広告を流したいスポンサー企業がいるからということなんですね。同じ仕組みだそうです。スポンサーがいて、そしてサービスを使用するユーザーがいるということですね。まあ、いわゆる我々ユーザーが広告を視聴しましたと。で、スポンサーは収益を払います。で、このセンターモバイルはポイントをユーザーに渡します、みたいな感じのぐるぐる回ってるっていう形、これがユーザーがね、最大0円で使える仕組みですよということなんですね。はい、というわけでですね、まあ面白い試みやってるなっていう感じですよね。まあそれこそね、漫画アプリとかでこういう広告を見てポイントもらうみたいなことって、まあ皆さんね、慣れてると思うんですよ。だからスーッと入ってきやすいスタイルかなとは思いました。そもそもね、最初の設定の料金がちょっと割高かなっていう風に思うんですけども、いわゆるそのポイントを使えば0円でいけますよっていうこともあるので、まあ試してみるには非常に面白い格安シムじゃないかなという感じに思いました。そんなわけで今回ですね、エディオンがセンターモバイルの取り扱いを開始するっていう発表したっていうお話でした。お疲れ様でした。